スクショ、昨日覚えたスクショ、ちょっと反射しちゃうから見る。21人抜き1人更新やだ。見る見るか、これで1人だけだけど。そうでもなんかね、そう疲れちゃったからやめちゃったもう。なんと少しはしたんだから、機内モードになってる、変えなきゃ。なんで機内モードにしたんだろう。連鎖の瞬間はね、さすがにねスクショ取れなかった。なんか8連鎖なんか気づいたら8連鎖してた。そう狙ってしたわけじゃないから、気づいたら8連鎖になってたんだよね。シャンプー気付けた。いらないか、そんな熱くないわ今日。このブラウスね、新しく買ったやつ、半袖のブラウスも守ってないから買いました。最近動画撮れないんじゃないかな、これ多分。半袖のブラウス可愛いんですよ。普通のブラウスだけど襟が可愛い。最近買った、最近、うん、ついこの間、ギリギリ5月ぐらいに買った。先週ぐらいですね。今日ツインテール、今日はチーム K で撮影収録がありまして、でそうツインテールにした。本当は負け下ろしにしようと思ったんだけど、ちょっとねできなくて、楽しみに。どんな感じなのかはちょっとまだ言えないので、ちょっとまだ言えないのでね。ぜひ楽しみにしててください。でも高いんでしょこの服。うん、激安。激安ですね。どこで買ったと思います皆さん。そんなブランドとかじゃない。今日移動時間中普通に寝れたのにさ、なぜかぷよぷよしちゃってさ寝なかったんだよね。めっちゃ朝早かったんだよ。朝5時起きなの。5時起きで、そう5時に起きてね、なのにね移動時間中寝れたの普通に。1時間ぐらい移動時間もあったから寝れたんですけど、そうなんかぷよぷよしちゃった。ぷよぷよしちゃった。島村、島村じゃないんです、まあ島村系列なんですけど、アベールっていう。アベールです。安くなってた、しかも1000円オフになってて980円、なんと安い。1000円、1000円のブラウス。でも可愛いから別に、可愛ければ何でもいいので。服あんまり気にしない、ブランドとか素材あんまり気にしない。1000円オフで買いました。可愛いと思ってみたら安っと思って買っちゃった。ブラウス、そうね、ちょうど欲しかったの、こういう半袖のタイプの、こういうなんか襟がこういう感じの、こういう感じでなんかちょっと襟がなんか大きめっていう、なんていうの、こういうタイプの襟のブラウスが欲しくて、アベールに行ったらあったから、ちょうどいい感じのが、だから買っちゃった。
1000円で980円、1000円でもお釣りが来るって最高だね。なんかね、前にお話し会でもこの服着たんですけど、服ってこっちのね、こっちのジャンスカじゃん、違うキャミワンピを着てて、その時はこれじゃなかったの、ブラウス。まあその時持ってなかったからなんだけど、普通に長袖のブラウス着てたんですけど、それはねその時は気づかなかったんだけど、その時からなんとねゴムが伸びててね、左手右手わかんないよどっちかの、そう袖のところがね、あこんな感じでね、こうちょっと絞ってあるから、こうなんかギュッて絞ってあるさ、袖で、そうなのにね、こうゴムが伸びちゃってたから、こう、ね、もう絞られてないの片方袖がそうだからもう切れないからだからもう、まあでももともとそれ長袖だから今の時期は着れないんですけど長袖だからね、そうもう暑いから今の時期、半袖じゃないと着れない。ちなみに緑色っぽく見えるけど、あこのキャミアンピこれはベージュ、アイボリーって感じですかね。プライベートっていうか、これ普通にお仕事でメイクさんに髪の毛やってもらって、今日撮影があったんでね、事務系で収録撮影みたいな、収録かなわかんないよ、があったから、この髪型にしてもらって、そうだからプライベートでこの髪型をしたわけではないです。ですでも確かに緑っぽく見えるねこれ、画面越しだと。本当はねアイボリーなんですけど、確かに見えるかも。でもねお話し会の時と全身はほぼ変わんないブラウスがだからこんな感じだったじゃん、ブラウスここがさなんかレースみたいな感じだったけど、お話し会の時はなんかそれがこうなんかこういう生地になって半袖になっただけ。だって袖もこんな感じだったの、ほぼ一緒。あとボタンがちょっとシンプルになっただけ。下のこれキャミワンピースだから、下もこのまんまワンピースです、スカートです。そのあのねインスタにね前載せた写真、あのお話し会の時の写真載せてて、その時に載ってる全身ちょっとブラウスがちょっとだけ違う、雰囲気がちょっとだけ違うぐらい、でもほぼ一緒な感じのブラウス、白いブラウス着てたから雰囲気はもうほぼほぼ一緒ですね。だからそれ見たらわかると思う、全身撮ってないので、ですし時間なくて、でこう普通に私服だからあれだけど、全身なのでそこで見てください、インスタの投稿してるんで、いつだっけ、4月30日の投稿かな。靴とか、靴もね、靴も見えてなかったっけな、なんか黒いなんか黒い何ストラップシューズみたいな、なんていうの、その合ってるわかんないや、なんてなんか写真写ってるか微妙な感じかも、見てみて、なんて言ったらいいかわかんない、なんか黒の靴見てみて、写ってるか写ってないか微妙だけど、靴はキャミアンピは全身写ってる。なんか靴のなんかそういうの名前とかよくわかんない セットアップもともと持ってなせんね持ってないや、セットアップそう持ってない、なんだろうね、なんか可愛いと思うけど買ったことはない。
そうだ、インスタ今質問のなんかなんていう質問のなんか名前よくわかんないんだけどあれやってるのでぜひ返すのわかんない、明日とかになっちゃうかもだけど、でもあれねアーカイブに残ったらこう質問してくれたらそれ見れるから私からは返せるのでいつでもその質問のやつが消えちゃってもストーリー24時間経って消えちゃっても私のからはこう見れて返せるからなのでぜひ送ってください。そうストーリーの質問のやつなので、久しぶりにやったえずっとしようとは思ってたんだけどそうやってなかったので、ストーリーは消えちゃってみんなからは見えなくなっちゃうんだけど、そうみんなからは見えなくなっちゃうんだけど私は見れるっていう私は見れて質問返せるんですよ、そこからアーカイブから、あ私のねアーカイブの方から返せるから、そう私は見れる。そうみんなのそのストーリーは消えちゃうから見えなくなっちゃうんだけど、そうだから返そうと思えば返せるから、そうなのでぜひよかったらちょっといつ返せるかわかんないですけど、明日も返そうとは思ってるのけど、明日たくさん返すかって言われると分かんない、明後日にも返すかもしれないあの子の質問のやつ、適当にしちゃった適当にしちゃったから適当ですハイライトはね、なんかどんなのでまとめたらいいか分かんないから使ってないそうだよね、みんなから見えなくなっちゃう、みんなはね私だけ見れるって感じですね。アーカイブでその消さなかったら、自分でストーリーを消さなかったらアーカイブに残るので、そう勝手に消えちゃう、24時間経って消えたやつはアーカイブに残るので、自分のアカウントの方でね自分だけ見れるって形になる、どのストーリーも自分で消したやつは残んないけど、どこもアーカイブか、アーカイブに移しちゃったら投稿多分消えてるから、投稿消えてるやつは消したかアーカイブに移動させたかですね、ちょっと覚えてないから分かんない、あんま消してないから分かんないんですねでもね今日ね衝撃的だったのはね、ストーリーでその返してて、アイシャドウ何使ってますかって言われて質問が来てて、そのキャンメイクのアイシャドウ使ってて、ずっとなんかなくなんないのずっと使ってるんだけど、なんかずっとなくなんなくてずっと使っててね、だからまあねそれを使ってるよってストーリー載せようと思って調べてみたんだけど、画像が見つかんなくて、そのキャンメイクのホームページで見てもえないと思って調べてみたら廃盤になってたみたいで、自分のやつがもう売ってないらしくて、そうでもなんか似た感じのやつあったんだけど全く一緒の色味かと言われるともう分かんなくてね、そうだからねびっくりした、調べて知った。でもねアイシャドウパレット、あそうだそれに書こうと思ってたんだ、おすすめのアイシャドウパレット知りたいなと思って忘れてた、書かずにストーリー載せちゃった忘れてた。そうねアイシャドウ買おうと思って、そうなんとなくなんかアイシャドウ買えて買おうかなと思って、何がよくわかんないから友達に聞いてみよういつ買ったら
友達はそうなんかなんだっけな、なんかいろいろ買ってたから聞いてみようかな。もう何がいいか分かんなくて、なんかそのキャンメイク今使ってるやつはピンクのアイシャドウが可愛くてそれを買ったんですよ。もう本当にそれだけ。それを選んだ理由はピンクの色が可愛かったから。だって5色入ってるやつなんですけど、薄いなんかピンクみたいなアイシャドウベースみたいなやつと、その濃いめのピンクのキラキラのやつと、もうなんかキラキラだけみたいなやつが真ん中にあって、で右上にはブラウン、薄めのブラウン、右下には濃いめのブラウンでが入ってるやつなんですけど、ブラウン系よく使うし、そのピンクのアイシャドウがその欲しかったからそれ買ったんですよ。だからそう、それだけで揃うし、いっかと。だから、ね、何がいいか分かんなくて、そっからなかなか減らないからさ買ってなかったんですけど、なんとなく買ってみようかなと思って、お金つ持ってないから友達に聞いてみます。普段あんまり、普段ね、なんか、うん、そうだね、お出かけとかするときしか、なんかその家にいるとき本当に何もしない日にメイクしようとあんま思わない、うん、分かんないけど、そういう日があるかもしれないけど、あんまりしないですね。そういうなんかメイクしてみようみたいな日はあんまない。試しに聞いてみるね。ストーリー載せるのそれと一緒に載せようかと思ったけど、そのインスタだったら詳しい人いるかなと思ってさ、メイクさんメイクする方とか教えてくれようかなと思ったけど忘れちゃったから。忘れちゃったからさ、普通に忘れてた。やばいね。いや書こうと思ってたの、でもなんかいろいろ文章書いてて、よし打てたと思ってそのまま出しちゃった。有形の YouTube とか YouTuber だと、YouTube 自体あんま見ないですね最近全く。だからわかんない。メイクもね相当前から全く変わってないんだよね。ほぼほぼ全くは持ったかも、ほぼほぼ変わってない。なんかちょこちょこ足したりしてるけど、本当にこなんか細かいっていうか、なんかなんだろう、全体的に変えるとか、アイシャドウの色変えたりした時もあったけど、前はね1年ぐらい前はピンク使ってた。でもなんかブラウンに戻したんだよ、もともとブラウンを使ってて、でなんかピンク可愛いなと思ってピンクにして、でまたブラウンに戻したのね。でもブラウンなんか使いたいなと思って、で、うん、そっからもそんな変えてない。ちょっと変えるぐらい、ほんとラーメン入れる位置ちょっと変えただけ、涙袋とかだけ、ほんと。あとアイライン、最近はアイラインなんか長めに引くのが好きで、アイライン長めに引いたりとかしてるだけ。そうそう、よくわかんなくて、いやなんか別に今のメイクあんまり変えたいとも思わないし、んじゃあいっかと思って、うん、でもねメイクよく薄いって言われるメンバーに、わかんないんですけど、自分ではそういう自覚はないんですけど薄いって言われるね。その舞台の時とか周りのメンバーメイク濃くしてて、私も濃くしてみようと思って普段より濃くしたつもりなんだけど、あんま濃くなんなかった。なんかねアイシャドウの色がもともと薄いよって言われちゃった。キャンメイクのアイシャドウの色がもともと薄いらしい。いや薄いらしいです。じゃあもう無理だと。でもね、これはね普段のお出かけする時のメイクよりかはちょっと濃いと思う、ちょっとだけね。
そう、ちょっとなんか多分本当に多分って感じ。いや、恋は絶対絶対普段の出かけするときよりかは普段はそんな濃くしない、なんかナチュラルな感じでしたいから普段はしないけど、撮影とかお仕事の時は基本濃いめ、いつもよりかは濃いめにする。顔はっきりしてた方がいいかなと思って、そんな、まあ、別に変えたいと思わないから別にいっか今のままでメイク、うん、そんなに変えたいと思わない。でもね、チークは絶対乗らない。チークはね、そんなこう踊ってたりするとね、すぐね顔が赤くなっちゃうんですよね。だから普段もチーク塗らない。てかもうチーク買わなくなった、そもそも買わなくなったね。もういらないからメイクポーチにも入ってない。メイク時間結構かかる。いつもなんかねゆっくりしちゃうんだよね。なんか早くするってことができない。なんか1時間ぐらいゆっくりなんか音楽とかアニメ見ながら、音楽聴きながらとかアニメ見ながらとかゆっくりメイクしちゃう。その仕事の時はなるべく急ぐけどね、うん、その時は1時間もかかんないけど、普段メイクするってしたら1時間ぐらいかけてめっちゃゆっくりするなんだろう、急いでメイクをしたくない。だいたいミスる、急いでしたらアイラインミスるだから、ね、ひよこちゃんも指、おかんの指なのかな。なんかこないだそういうことね、ゆきちゃんとミスターとね3人で、え、なんか私わかんないんだよねって言って、そのパーソナルカラー、パーソナルカラーっていうのかな的なのがよくわかんないって言って、京子ちゃんはブルベでしょって言ってた。ミスターはブルベ冬って感じがするって話してた。それは確かにわかると思って、ミスターは確かにそんな感じがする。なんとなくだけど、よくあんま知らないからあんま言えないけど、確かになんとなくブルベ冬。お母さんか、お母さんそういうの全く興味ない人なんで参考にならないですね。うん、ブルベって言われたけどよくわかんないですね。でもアクセサリーは確かにシルバー系をよくつける。ゴールド系も好きだけど、その服の感じによって変えるかな。でもね、確かにそういうの診断行ってみたいよね。わかんない、わかんないもんだって自分じゃわかんない。配信私何分から始めてます今11時10分でしょ。私何分から始めたっけ45分ありがとう。45分ならどうしよっかな。明日も早起きではあるんですけど、45分か、ちょっと微妙だな。もう12時までやっちゃうか。55分にランキング読んじゃいましょう。55分、明日は何時に起きよう、決めてない特に決めてはないけど、明日もね朝に起きなきゃいけないので、
朝に起きるから早起き。まあ今日よりかは早くないけど、今日はねお仕事だったんで。明日もね用事があるのでね。朝に起きなきゃ。5時起きでもない明日。今日はそういうお仕事だったから5時起きだったんですけど、でもね朝に起きる。明日はそうちょっとね4時があるので、朝からとか、うん。11時50、いやね、もっと早く起きると思う。明日はね、7時までには多分起きてると思うんだよね。分かんない。でも朝バタバタだから SNS は更新しないと思うけど、755とかそう更新しないと思うけど、明日は朝から用事があるので、多分7時頃には確実に起きてるかな。遅くてもってくらい早く起きなきゃ。明日も朝に起きて、朝からね、ぷよぷよしたい。ぷよぷよしていい？ぷよぷよしたい。一人でぷよぷよ口抜き。おはようございます。じゃああれだね、全部準備が終わったらマジでその準備が終わるまではあれだよ、ちょっと急がなきゃ。準備が終わってゆっくりしてる時にあれだね、 SNS なんか更新するかもしれないかもしれない。朝はねどれだけ余裕を持って起きてもね、結局家出る頃にはバタバタしちゃうからね、気が抜けない。ダメだよ。21日でしょ。スクショだけどいい。これ今日の記録です。これ21人、まあ1人しか更新してないんですけど、もう集中力が続かなかったので諦めました。よし始めます。今日は目覚めてすぐ、じゃない、あれだって今日5時起きだもん。今日5時に起きて準備が終わった終わって、いつだっけ、何時に言ったっけ、755覚えてないや。でも起きてすぐだよ。起きてすぐはね、もう急いでコンタクトつけてた。今そんな急いではないけど、時間余裕あったから急いでは思ったわけど、そんな朝はね余裕がないので。起きてすぐではない、あれ起きてだいぶ経ったってなった。喋りながらするの本当に難しいね。あ、やばい真ん中詰めすぎちゃった。やばいびっくりした。真ん中詰めすぎてお邪魔ぷよが来てさ。早くもパターン級しちゃうとこだった。危ない、びっくりした。
難しい。うん、そう、喋るのが難しい。これをしながら。黙っちゃう、どうしよう。2、3、3連鎖。でも3連鎖だけど一気に何個か消したから連鎖が続かなかった。言い訳。今日8連鎖行ったけど、8連鎖は絶対超えれないと思う。無理、自分でやったけど。もうできない、あれは。難しいよ8連鎖。9連鎖いけ、9連鎖無理だって。難しいもん8連鎖。違う、7連鎖で壁を感じていたからも。7連鎖でもう無理だとか言ってたのに、8連鎖奇跡だもん。いけるかな9連鎖。ワンチャン、ワンチャンいける、いけるかな、わかんないよ。難しい。あ、でもそろそろ消さないとやばいんだよね多分。うん、やばいね。積みすぎた。ゆきちゃん、ゆきちゃんとね今日隣の席だったんですけど、そう、めっちゃ積むからさ、私がめっちゃ積んじゃうんだよね。なんか、いやなんか気づいたらさ、めっちゃ積んじゃうから積んだねって言われた。隣でって言ってた。コメントが、もうおばあちゃん、私のおばあちゃんみたい。いや私のおばあちゃん似てるってわけじゃないんですけど、なんかもう保護者みたい。あ、やばいやばいやばい、あ、やばい、ね、そこに置かれたらもう無理だわ。うん。詰めすぎた。ちょっと待って、詰めすぎちゃった、ダメだ、4人抜き、やばいやばい。あ、もう一回始めちゃった、ごめん。Aボタン連打してたみたい。ちょっとまた今してる。ちょっと今の、今の
ノーカウントで。ちょっと今のはダメだ。難しいでも難しいよ。ちょっとまあいいや、いいや。うん、連鎖起こせないんだけど、どうしよう。ダメじゃん。二連鎖はダメ。うん。お邪魔ぷよが来ちゃった。間違ったところに入っちゃったじゃん。難しい。ジャンプよく来ちゃった。なんか置けない。今二人抜き。ねえ黙っちゃう。どうしようどうしようどうしよう。喋れない。3人抜き。まあ、そんないい感じってわけじゃないけど。さっきからなんか間違っていっぱい消しちゃうんだけど、全然消すつもりじゃないのにさ、なんか消えないだろうと思って置いてるのになんか消えちゃってるんだけど。計算できない人みたいじゃん。3連鎖。
2連鎖、3連鎖かな、3連鎖。難しい。あ、また。よいしょ。間違った。もういいや。もういい。もう。もう間違ってもいいや。今はね、4人抜き。5人今5人抜き。でもさ、やっぱ積みすぎなのかな。もう一回でもめっちゃ積んじゃう。分かんないや。どのぐらいさ積んだらさ、こうやめるっていうか、そう、なんかっていうの崩す、なんていうの、そうしていくべきなのかが分かんない。困っちゃうね。難しい。喋りながらするの。二連鎖。ん？さっきなんか上になんか出てたけど、なんかよくこんなこと。なんか上にその敵のキャラクターと自分のキャラクター？なんかバトル？してるやつみたいなのが出てたけど、なんだろうあれ、よく分かんなかった。初めて見た。4連鎖。今は7人、7人抜きです。2連鎖だね。やばい、画面が見えなくなっちゃう。うん、これ絶対詰めすぎた自分。そろそろ消さないと。なんか分かんなくなるんだよ。4連鎖、うん、違う、5だった。5連鎖やった。
まあどうしよう、あ、ちょっと待って文字マプが来ちゃった、文字マプが来ただけだけど2個ぐらい来ただけなんかめっちゃいっぱい来たみたいな感じで言っちゃった、そんな来てない。今急に抜き、難しいなかなかさ、レンスが思うようにいかない。あ、やばいやばいやばい、お邪魔ぷよ、ね、いっぱい来ちゃったじゃんいっぱい来ちゃったじゃん、やばい、ね、やばい、いっぱい来ちゃった。まだ9人目なのに。ね、今いい感じに積んでたら邪魔された。めっちゃいい感じに積んでたのにさ。あ、やばい、あ、しかもちょっと違う積み方負けちゃった、無理だこれは。誰これ相手、このキャラクターも強いんだよね、なんか男の子みたいなキャラクター、男の子みたい大雑把すぎるな、なんだろうあのキャラクター、ちょっと見てみよう。誰だっけな、シグ、シグってキャラクター、強いこのキャラクター。ダメだね、もう今日は、今日やるなってこと10人もいかない、移動中にやってたら21人行ってたそう、でもなんかダメだ、なんかめっちゃね勝てる時と、なんか全然勝てない時である、うん、差がすごい。ほんと勝てない時は一人目で負けちゃう、一人目で負けちゃう。ハッピー、ハッピーってキャラクターね。21人何人くらい、うん、何分ぐらいだろうね、うん、こんな何分ぐらいかかったっけ、見てないよ、覚えてない
単純に持ち歩くの。どうしよう、したい。でもね、でもあれなんだよね、多分このままやってもできない気がする。やめよう。やめた。普段は音出してしてる。移動中は音出してしてないけど、イヤホン持ってないんでイヤホンが iPhone 用のやつしかないから、スマホ用のやつ。このね、差し込みのここのさ、このプラグのね、形が、差し込むところの形が違うから使えないから、まあ、買えばいいんですけど、多分家にあると思うんだよね、探せば。弟たちで余ってるのがありそうだから。でも移動中もある程度音なしでやって21人だから多分そんな変わんない。音出してる方が好きだけど、メンバーと対戦してない。なゆきちゃんも思ってるらしくて、ぷよぷよでもぷよぷよテトリスの方って言ってた。わかんない。だからなんかそうしてみようかなと思ったんだけど、ゆきちゃんがなんとね、今日キャリーバッグのキャリーケースの中にスイッチを入れてたんですよだからね、できなかった。そう、出す時間がなくって。筋力でわかる。いやね、イヤホンいっぱいあるんですよ、なぜか。なんかすぐね、すぐ壊すのね、弟たちが確か。だからね、何個か家にあると思うんで、あのマイクでなんか友達と喋りたいみたいな感じで、フォートナイトとかしながら、ゲームしながら友達喋りながらいつもしてるのね。だからそれで、ね、なんだっけ、多分ねマイク使えなくてもいいから私はそんな喋んないから、そのゲームね一人でしてるだけだから、イヤホンの機能だけあればいいから。うん、それを使おうと思って。これですね、向こうの使えるのかな、使えるのかな、これあるっけ、そういうけ、使えるのかな、わかんないよ。ちょっと待って、見てみよう。ちょっと使えるの、これわかんない。使えるのかな、よかも分かんない。まあでもブルートゥースのやつ持ってるの、持ってるんですけど、あのなんかエアポッドじゃないの、エアポッドは好きじゃない絶対落としちゃうから好きじゃないってより、多分私に向いてない。あのね、線で繋がないけど、こう左右のやつが、イヤホンの部分が繋がってるやつ、紐で、紐なんか、そうコードで繋がってるやつを、そう持ってて、でもね結局使うのはね普通の、あの Bluetooth の有線線がある普通のタイプのやつなんですよね。もう絶対さ、 AirPods 買ってもなくしちゃうんだよね私、絶対そう思う。持ってたことないけどめっちゃなんか使ったことありますよ感出して話してるけど、
あのね絶対なくしちゃうと思うんだよねだからね、でなんかね一時期いいなって思う時もあったけど、めっちゃなんか周りの人が持ってて、なんかいいなと思ったけど、そういう考えたらなくしちゃうなと思ってやめました。買おうかなって思うのイヤホンあるしいいかと思って、普通の線普通の Bluetooth じゃないやつはあのお母さんからもらったやつ、お母さんが使わないからって言って普通の Apple の純正のやつイヤホンもらって、 Bluetooth のやつは黒のイヤホン、なんだろうね、なんか黒がいいこの間あのその充電器のね線かなコードもう買ったんですけど、そのなんか接触悪くて、あこれはねあの妹のなんですけど、うん、買ってね、それも黒買っちゃった。えなんかねなんかそう黒買っちゃう、ヘッドホンは持ってない。なんかね私一時期ねヘッドホンめっちゃいいなと思う時もあったんだけど、なんか買ってないですね。まあ別にヘッドホンじゃなくてもイヤホンで音楽聴けたらいいかと思ってヘッドホンもだってさかっこいいじゃん、そのなんかさかっこいい服とかでさ着てて、その可愛い系統の服でもないいいと思うけど、そういう なんて言うんだろうなんかかっこいい感じの服着ててヘッドホンつけて音楽聴いてとかめっちゃいいじゃん、いいなと思って、ハマちゃんがねヘッドホンねよくつけてるの見てて、えめっちゃいいと思ってかっこいいなと思って、私もヘッドホン買おうかなと思ったんだけど、まあ、イヤホンあるしいっかと思ってイヤホンあるしめっかと思って買わないでいる。かっこいいよねでもヘッドホンも。でもなんかねそのね Bluetooth は充電するのがめんどくさい。充電するのがさ充電しないといけないじゃん。今使っている Bluetooth のやつねなんかすぐね充電がなくなっちゃうの。充電してもなんかねイヤホンで聞いてるじゃん、したらねうん2時間ぐらい2時間持つかなーぐらいでね音楽聞いてたら、そう2時間持つっけな、2時間持たない気がするわ、2時間持たない1時間ちょいぐらいわかんないや、でもねすぐね切れちゃうの。2時間聞いてるっけイヤホンで、なんかねすぐね多分寿命ですねあんま使わないからいいけど時々使う、めっちゃ前に買ったもんだって何年前、うん2年半とかずっとだからうんそっからねそうだからうん充電がすぐなくなっちゃうから、あの有線の方、有線の普通のこういうねコードの方使ってる、充電するのめんどくさいしあのコードのやつはさ普通の充電しなくていいわけじゃん、それがめっちゃいいなと思って。でも確かに邪魔な時もあるけど、そのダスト踊ったりする時そのイヤホンつけてやる時は確かに邪魔だけど、まあでも充電するのめんどくさいからいいかそう結局はね充電するのも忘れてそのイヤホン使えないことはね、その Bluetooth にした時あったから、うんそれならもういいかな
で忘れちゃうんだよね。忘れちゃうっていうか、うん、忘れちゃうね。聞いてたら充電なくなっちゃうし、すぐなくなっちゃうし、だからその優先を使って、モバイルバッテリーはね絶対持ち歩いてる。今のスマホに変えてから、前よりかは確かにね、その最新の機種だから、あのバッテリーの持ちは良くなって、あんまあれだけど、何充電の減りは早くないけど、遅いけど、そう一応ね、いやもう一日中使ってたらなくなっちゃうから。モバイルバッテリーはね絶対持ち歩く。モバイル7使ってた時はモバイルバッテリーないと本当あの絶対出かけれないってぐらいやばかった。もうすぐ減っちゃうから、スマホちゃんと、スマホね、この間ね、この一週前言ったよね、なんか先月そっ買い物した時に、買い物でお出かけした時にスマホを忘れてしまって家に。しかもね、お父さんに車でね、そう送ってもらってて、そのね車乗って結構進んだ後に気づいちゃって、忘れたと思って、でも本当に戻れないから、でそのままね私だけ下ろしてもらって買い物するためにで買い物したんだけど、もうね携帯なくて大変だった。それが一番最近忘れたのかな。あんま忘れないけど、あんま忘れないけど、久しぶりに忘れてめっちゃ焦った。しかもさ、買い物するときになんか言わなかった、結構ショルで忘れちゃった、言ったっけよ、そうなんかなんだっけ、インスタのなんかアカウントフォローしたら何パーセント引きですよみたいな、そう感じであって、ね、それでね、でも携帯持ってないからさ、いや大丈夫ですって断って、でそのなんかね、あのそのレジじゃないとか言われて、普通に商品見てる時になんか店員さんがそういなんかね、そうお客さんに行ってもらってて、で断ったんだけど、その携帯持ってないからできないからさ。そうでレジでも言われたの、あのインスタフォローしたらみたいな感じで書いて、そこでもね、いや大丈夫ですって断って、でもインスタのフォローすぐ終わるのでよかったらってね、そうもう一押しされちゃってね。そう携帯忘れちゃったんですよねって言ったら、あみたいな感じ、苦笑いされちゃった。そうだから携帯忘れちゃったから、そうしたいで思ってたらするよ、そりゃ 5% かな、そのぐらいだから、それはした方がいいじゃん、だからインスタフォローだから、インスタフォローするだけだからさ、しようと思ったんだけど、でもお父さんはねもうその場にいない、その目的地にまで連れてってくれただけだから、車でそのまま行っちゃったので、お仕事にいないんですよね、私一人だったんですよね、もうほんと大変だった。時間もわかんないしさ、何時なのか。携帯ないとダメだわ。そのエピソードだけ、あれだよね、言ってたじゃん、よかった、なんかお母さんに話したのね、この話もお母さんに言ってて、あれどっちだっけと思って、お母さんに言ってショールームで言ってなかったっけ、ショールームでも言ってたか、よかった、忘れちゃった。スマホなし何日無理、一日も過ごせない。スマホずっと、なんか一日で触ってない、何一日触ってない時、もう一日中ずっと、もう最近うん全くないもん、携帯本当なんか本当にどっか
めっちゃ遠い場所に置いてきたとかじゃないとさ。腕時計はしない、普段しないですね。あれね、最近なんかアップルウォッチ流行ってるよね。でも腕時計普段しない人なんだよね。だからそう、便利そうだけど普段しないから分かんない。そう、もうね、そう、時間見たりとかさ、あとは電車の乗り換えとか見たりさ、でもなんかほんとスマホないと買い物できない、ショールームとかもできないし、そういうの、携帯のキャッシュレスはね使います、普通に。でも使ってる人多いよね、普通に周りで。キャッシュレス、うん、だからもう今度からは家出るときはもう絶対スマホを持ってるか確認しようと思って。スマホ忘れるのは本当にね、めっちゃ不便だからね、気をつけた方がいいよ、みんなも。スマホはね、忘れちゃったら本当に不便、もうなんか、うん。めっちゃ不便、めっちゃ暇になる。あと何もなんか、その例えばなんかね、スマホ忘れちゃった時、うん、なんかめっちゃなんか暇だった。なんか信号待ち、信号なんか横断歩道とかやってる時、そう、信号待ってる時も、うん、なんだろうね、めっちゃ時間長く感じた。いつもさ、そういう時間でもさ、ちょっとでもあればスマホ見ちゃうのね。だけどなんかね、見ちゃう。でも周りの人もさ、ほぼスマホ触ってるじゃん、そういう時間。ずっとぼーっと突っ立ってる人あんまいないじゃん。そう、だからなんかめっちゃ暇だった、ほんとに。そのね、信号、しかもね、そのね、タイミングも覚えてるのが、もう渡れそう?渡ろうと思った時に変わっちゃったの。だからね、受けんで待ち時間が長くてね、めっちゃ暇だった。信号待ちが。じゃあそれぞれランキングを読もうかな。55分なので、そろそろランキングを読みたいと思います。13位から読みます。うん、読もうとしたら帰っちゃった。じゃあ13位から読んでいきますね。13位、ムムさん、ありがとうございます。12位としのりさん、ありがとうございます。11位香港の春間アットマーク最高ツインテール強化おいしさん、ありがとうございます。10位バトニーさん、ありがとうございます。9位 WY アットマーク影の守護神エンジェルズおじさん、ありがとうございます。8位元気さん、ありがとうございます。7位にゃーこさん、ありがとうございます。6位シャバーニさん、ありがとうございます。5位ジョークスノーさん、ありがとうございます。4位カズさん、ありがとうございます。3位まさきさん、ありがとうございます。2位ヒューガナッツさん、ありがとうございます。そして1位が、スーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。なんだろう、あと3分切れるまでやろう。3分で切れちゃうので、それまでやりたいと思います。
これからお風呂、これからお風呂、これからお風呂、明日早起きなのにさ結局やっちゃった、12時まで。まあ全然いいんですけど、いつも通り感はあるけど明日起きれるでしょ、まあ起きれるでしょって感じ、まあ起きれる多分って感じ。寝る前にぷよぷよぷよはしないもん、今日はもうしない。ロジックをする、寝る前にするのはロジックだからぷよぷよじゃないから、ロジックだよ。ロジックはね、でもぷよぷよはね、なんかねめっちゃ頭使うのだから、なんかねめっちゃ考えながらやるから、頭使うからあんま眠く、なんか眠くなるけど、なんだろうね、うん、そのなんかすぐ寝れる感じにならない。ロジックはなんだろうね、なんかもう作業なんかもうしすぎて、解きすぎて作業、眠くなる。あのなんかね、ロジックはね、うん、そこまで目じゃないわ、コメント目って見ちゃったから、ちょっとなんかね、生まれあったのとか、ロジックはめっちゃ眠くなる。なんかロジック、あ、もう眠くなってきたなと思ったらロジック閉じるね。で携帯閉じて寝るんだけど、したらもう大体すぐ寝れる。あ、やばい、もう12時、あと1分か。12時になってちょっとしたら切れちゃうんです。でもそろそろだね。じゃあ今日もありがとうございました、配信コンテンツと。明日も配信すると思うので、ぜひ見に来てください。明日早起き頑張りますきっと起きれるはずみんなもロジックしてみて、慣れたらね眠くなるじゃあありがとうございました、おやすみ、バイバーイ。